石田です。本日無事に石陽介先生のセミナー半月板イツダスのエコー動態を読み解く変形性膝関節症の個別力学病態と介入戦略本番を出すことができました。今回も恒例となっておりますがセミナーの一部を皆様にご紹介させていただきたいと思います。この動画を見て興味を持たれた方はぜひアーカイブ枠にお申し込みください。概要欄、説明欄の方にリンクを貼っておきます。アーカイブ枠のお申し込みは明日2023年9月11日月曜日正午までとなっております。皆さんのお越しをお待ちしております。でちょっとここまでで少しまとめさせていただきますが、まずは今日ですね、最初の方のお時間いただきまして、なんで悪くなるのか半月板がというふうなところをしっかりお伝えさせていただきました。まあ、要は体重がかけてこの出る量ですよと。で、その出る量に関しては歩行中に生じている膝の負荷っていうのが、まあ、それぞれタイプごとに違いますよっていうことをお伝えさせてもらいました。じゃあそういうふうなタイプごとに違ったメカニズムではありますけれども、じゃあそれを適切な介入によって抑制することができて、かつそれを継続できるならば、まあ、集積的な負荷というふうに我々は呼んでおりますが、それをすることによって効果というのをしっかりと長持ちさせることができると。で、じゃあここまでっていうのは正直先ほども話しましたような一般的な方法とはかけ離れた部分で説明しておりますので、じゃあ先生方がどうやってやるのかっていうと、臨床現場で先ほども示したような形でですね、止まってる時のエコーというふうな形を最大限使うことによって、動いてる情報を予測していただくと。で、このような治療セットを、継続する中で、例えばその、アーリー群である方が、多分、病態の変化とともに、まあ、0度群になるとか、で、ノーマル群の方がアーリー群になることって、多分臨床現場のその継続してる時間軸の中で起こり得ると思うんです。そういったところも、こういったエコーと半月板の動きを見ていただきながら、これもしかしたらちょっと病態が変わってるのかもしれないなっていうと、治療方法を転換していただくとか、そういうふうなことも可能性があるんではないかなと思います。まあ、こういうプロセスを通して、まあ、長期介入で、症状と進行をですね、共に抑制していただく治療絵図が描けるのではないかなと思っております。で、ちょっと私が持っているチャンピオンデータで大変恐縮なんですけど、7年間治療が成功している方ですね。まあ、ごめんなさい、これ。まあ、要は歩いてる時もスムーズに動けて階段もできますよっていうだけの情報なんですけれども、まあ、7年前は膝が痛くて来院された方です。なんですが、7年間こうやって、元気だよって言って、7年後にもこうやって来てくれて、測定を最近できている症例です。じゃあ、この方が実際どうなのかっていうと、ベースラインは 4.9 ミリも逸脱量がありました。その方が6年後、まあ7年と言いますから、まあ6年から7年ですね。まあ 3.4 ミリの状態で維持できています。じゃあ、レントゲンどうなのっていうと、関節症の進行も大きく認められません。アライメントもどうなのっていうと、大きくそんなに荷重軸も変わりません。